アークナイツをプレイしてくださっているドクターの皆様、こんにちは。アーミヤ役の黒沢智也です。アークナイツ2周年おめでとうございます。もう2周年ですから、皆さんの中には朝起きたらまずアークナイツを開いてみる、夜寝る前にアークナイツを開いてみるといった風に、日常にアークナイツが溶け込んでいるドクターも多いのではないでしょうか。これからもそんな風にロドスのことをよろしくお願いします。アーミヤもこの2年でたくさんのことを経験して、いろんな人に出会って成長してきました。これからもいろんなアーミヤに会えることを期待して、私もプレイしていきたいなという風に思っています。ドクター、まだ終わってない仕事がたくさんあります。でも今日は少し休んでもいいですよ。アーミヤ役の黒沢智也でした。ドクターの皆様、新銀山はお好きですか？シルバー主役の小西克幸です。アークナイツ2周年おめでとうございます。こうしてリリースから2年経ちますけども、変わらずに彼のことをですね、応援してくださるたくさんのファンの方がいらっしゃることを非常に光栄に嬉しく思っております。今後もですね、ぜひともですよ、他に強いキャラクター、使いやすいキャラクターが出てきたとしてもですよ、シルバーアッシュを連れて戦ってください。よろしくお願いします。皆さんご存知の新銀山で全てを解決してあげますからね。新銀山さえあれば他は何もいりませんよね。はい、というわけで最後は彼からも皆さんにメッセージがございます。これからもよろしく頼む、我が盟友よ。というわけで小西克幸でした。バイバイ。ドクターの皆さん、こんにちは。ソーンズを演じております石川海人です。アークナイツが2周年を迎えたということで、本当におめでとうございます。ソーンズとして参加させていただいて、皆さんと共にね、デストレッツァーをうちに打ちまくっているとは思うんですけれども、今後も共にデストレッツ、もうね難しい言葉ですよね、デストね、はい、デストレッツァーしていただければと思います。ということで皆さんご唱和ください。せーの、デストレッツァー。はい、ありがとうございます。ということでこれからもアークナイツの応援よろしくお願いします。ソーンズ役の石川海人でした。ドクター、これからもよろしくな。皆様こんにちは。チェンを演じております石上静香です。そしてアークナイツ2周年おめでとうございます。ストーリーがどんどん面白くなる中、シナリオでチェンさんが喋ってるところは、私だったらどう演じるかなとお家で音読したりして一人で楽しんでおります。一緒に引き続きアークナイツの応援をよろしくお願いします。ではまた次の任務で会おう。休んじゃダメだぞドクター。いつもアークナイツをプレイしているドクターの皆様、こんにちは。ブレイス役の中原舞です。あっという間に2周年なんですね。おめでとうございます。ブレイズちゃんはなんといっても陽気で、そしてちょっとだけ大雑把で、でもとっても親しみやすい女の子です。ロドスのエリートオペレーターとしての彼女はいっつも真っ先に最前線に赴き、自分の任務を完璧にこなせている頼もしい存在でもあります。そんな彼女の強さに対して周りはついつい「生まれつき」とか「当たり前」とか思ってしまいがちなんですけど、彼女がね裏でどれだけの努力をしていたのか誰も知らないなんて、すごく素敵でけなげだと思いませんか？素敵ですよね。そんなブレイズをどうか今後もごひいきに、そして背中を彼女に預けてほしいです。そんなわけでドクター、これからもよろしくね。ドクターの皆様、こんにちは。みんなの光ことスズラン役の本土楓です。アークナイツ2周年おめでとうございます。パチ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 。スズランちゃん可愛いですよね。礼儀正しくて物分かりもいい。もうなんて素晴らしい子。彼女のもう存在自体がもはや奇跡。こんな明るい未来を示してくれる子が存在しているなんて尊くないですか。やはりスズランは我らの光でありということで、改めてスズランの尊さを再確認したところで、皆様にもね、ぜひこれからもアークナイツ、そしてスズランちゃんを末永く応援よろしくお願いします。ドクターの皆様こんにちは。ニアール役の桜井彩音です。アークナイツ2周年おめでとうございます。ニアールは初期から実装されていたキャラで、このね、2年間ちゃんと皆様のお役に立っていると幸いでございます。そう、この間、スタッフさんから聞きまして、どうやらニアールの妹とおばさんもロドスに来たということで、とても嬉しいです。凛々しいニアールさんの周りがね、ますます賑やかになる様子をちょっと想像すると、すごい気分が和む感じがいたします。というわけでこれからも末永くアークナイツをプレイしてください。皆さんはじめまして、パッセンジャー役の桜井孝弘です。アークナイツ2周年おめでとうございます。2周年の晴れのタイミングでパッセンジャーもゲームに参加するということで、新参者ではありますがご挨拶させていただきました。私が担当するパッセンジャーの登場でゲームの世界がもっともっと派手に盛り上がってくれたらなと思っております。これを聞いてくださっている皆さん、これからもアークナイツの応援をよろしくお願いします。以上、桜井孝弘でした。皆さんこんにちは。アークナイツで W 役を演じさせていただいております。竹達彩奈です。はい、アークナイツ2周年おめでとうございます。そしてね、W ちゃんを可愛がってくださり、本当にありがとうございます。これからもですね、ぜひゲームたくさん遊んでいただいて、W ちゃん可愛がっていただけると大変嬉しく思います。これからもよろしくお願いします。竹達彩奈でした。バイバイ。アークナイツ2周年おめでとう。ドクター。キャンディー食べる？アークナイツにてアンドレアナ役を演じています桜香織です。2周年本当におめでとうございます。私もチェン役の石上静香ちゃんと戦友になってアークナイツ楽しんでおります。石上さんは手がかりをたくさんくれます。アンドレアナさんは攻撃力、火力がぐっとありますので、うまく他のメンバーさんと組み合わせていただいて作戦に連れて行ってくださるととっても嬉しいです。これからもアークナイツ一緒に楽しんでいきましょう。以上、桜香織でした。アークナイツ2周年おめでとうございます。エクシア、そしてワルファリン役をやらせていただいております岩見真中です。アークナイツの人気は本当にすごくて、私もお仕事のたびにいろんな役者さんからやってるよとかエクシア使ってるよって言ってもらう機会が多くて、すごく嬉しい気持ちになっております。2周年皆様ぜひアップルパイでお祝いしていただけたら嬉しいなと思いますし、この先3周年4周年とまた皆様とお祝いできるように引き続きアークナイツ、そしてエクシアちゃん、そしてワルファリンちゃんのことを応援よろしくお願いします。本当にいつもありがとうございます。ドクターここだよ。クルーステキサス役の田所あずさです。アークナイツ2周年おめでとうございます。もうどんどんアークナイツが盛り上がっていってるのを感じてとても嬉しく思っております。私演じておりますクルースちゃん、テキサスさんもどちらもとても使いやすいキャラクターですので、ぜひパーティーに入れてみてください。これからもずっとアークナイツが続いていくようにぜひ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ドクターくん、ドクター、アークナイツ2周年おめでとうございます。オーキッドさんとまといまるちゃんの CV を担当させていただきました大津愛理と申します。あっという間にもう2周年ということで、時の流れの速さにびっくりしておりますが、これからも3周年4周年とドクターの皆様と一緒にお祝いしていけたら嬉しいです。これからもたっくさん遊んでください。ドクターくん、お祝いにフルーツケーキでもどう？タイのみんなも喜ぶし、騒がしいのが嫌じゃなければ今日は一緒にお祝いしましょう。ドクター、我が輩の力は役に立ってるか？辛くなったらいつでも言えよ。ドクターのためにとっておきの握り飯を作ってやるからな。オーキッド役、まといまる役、大津愛理でした。ドクターの皆様、こんにちは。スポット、そしてキャッスル3を担当させていただいております阿部淳です。ということで、アークナイツ2周年おめでとうございます。2周年すごーい、そういうことでございまして、ですね、スポット君とキャッスル3がですね、収録の時にこうなかなかの見た目のインパクトがすごくてですね、片方は機械、片方は犬なのかなっていうところがあったんですけれども、キャラクターもどうしようかっていう話になりまして、結局キャッスル3の方はなんかコンシェルジュっぽくいきましょうかっていう話にまとまり、スポット君の方はですね、ちょっとこうローテンションな感じで、やらせていただきました。とても、新鮮でございました。はい、そんな2キャラでございますけれども、皆様にも気に入っていただけると幸いです。これからも末永くアークナイツ、そしてスポット君とキャッスル3をよろしくお願いいたします。